자, 飲めや。 さっきのやつの酒は飲めんでも、わしの酒なら飲めるはずや。おお、どないしたんや。それともわしの酒が飲めへんちゅんか。それじゃいただこうか。おお、素直やないか。さえ、それでええ。 若いうちは強いやつの言うことを素直に聞くもんや。さあ、飲めや若いの。武蔵。ああ、宮本武蔵という俺の名だ。ああ、若いのじゃねえ。<笑><笑> おい、どないした？切られでもしたんか？いや、大丈夫だ。よし、ほな行こう。 終わらせるで。
やはり来たか。天界の差し金か。お命頂戴つかまつる。やったんか。はあ。無念。弟、あの展開から救い出してやれなかったことか。展開から弟を救い出す。どうした？これはどういうことや。この門は徳川の。裏切り門ちゅうのは徳川本家の人間やったんか。貴様らこちらのお方が徳川家の嫡男結城秀康様と知っての牢石か。ごめん。はい。
あなたが浮世さん。はい。あなたのお兄さん、真島五郎八のものです。これを届けるために。いや、何を言ってるんだ。冗談やない。わしはもう刀は握れん。なあ、武蔵ちゃん。なんだ。あんた、これからどないするんや。わしらは、罠にはめられた。もう逃げ場もない。それでもあんた、剣の道を目指すんか。大丈夫だ。お前はここで待っててくれ。何言うてんねん。もうわしら逃げることなんかできんねや。そんなことはない。大丈夫だ。俺に任せろ。許してやるぜ。じゃあ食べましょうか。いや、それよりも刀のことだが。いい加減にして。刀の話するならすぐに出て行ってもらうわよ。いいから早く食べましょう。ああ。
どうしたんだ。どちら様ですか。おやつが真島五郎八か。違います。この方は隣村のお若い方で。うるさい、どけ。真島五郎八にしては若いな。お主、名を何と申す。さあな。うん、さあだと。正直に言わねば、その首がなくなることになるぞ。さあ言わぬか。ふん。どうしても知りたいなら、丸目にでも聞いてみたらどうだ。な、何？貴様、今何と言った。まさか貴様、宮本武蔵か。そうだ、お前らが追いかけている真島の相棒、宮本武蔵だ。なぜ武蔵がここに。お前の兄さんの剣、少し借りるぞ。逃げろ、逃げるんだ。浮世。浮世。浮世、大丈夫か。浮世。あなた。これ。お前、ねえ、お願い。なんだ。剣を捨てないで。あなたならきっとできる。何がだ。剣で人を救うことが。剣で。
そう、お父さんが言ってた。本当に強い剣士は剣で人を救えるって。だからもう一度強くなって。分かった、分かったから。だから死ぬな、浮世！あなたに会えて楽しかった。浮世！まさか、あんた、浮世を。大変よ、人殺し、人殺しや。浮世が賞金首の男に殺された。大変よ。